怒ったりするとあといろんな方たちが聞くのであとなんか大人がテーマなラジオ番組なのであの偉い人にゆっくり話してくださいって言われて私どうしてもあの興奮してくると早口になって大きな声になって高い声になって何を言ってるのかよく分からなくなるのでなんかそれは気をつけてやってたんですけどでも時々やっぱりどうしてもね人はそう簡単には変わらんぜよ。 変わらないんだぜ、ね、<laughs> なのでちょっとまあ、たまにわーって暴走中恋愛暴走中になるんですけどまあ、そこもなんというか、えー、ご愛嬌ってことで <laughs> 許してもらってやってますまあ、そちらの方もき聞いてもらってる人もいると思うんですけどまあこれはね雪ウェブラディオなんでまあ雪に興味ある人しか聞かないでしょ <laughs> 多分違うのこうわざわざ聞かないんじゃないのわかんないけどそんなことない ちょっとユキ聞いてみようかなユキってどんな人なのかなあら大変こんな人だったっていうラジオですかねそれ大丈夫なのっていうことで8か、えー、月ぶりでなんだかよく分からない自分をコントロールできないわノーコントロールだわフラッグを立てろリリーススペシャル始まりました ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか私だからずっとあれなんですねまあのまばたきさよならバイスタンダーっていう曲を出してまばたきをリリースしてその後ツアーに出たんですねあのツアーに出たのでずっとあの、えー、各地回って歌っていました今年はそれをやってで夏のフェスに1個だけそうだフジロックに1個だけ出てでライブは それででで終了したんですよねでその間もレコーディングをしたりしてたので、まあ、その話も今日はねそうしたいなと思ってますけど最近はねそうフェスも終わりいろいろ、えー、と友人と会ったり忙しくしてたんですけどあのー、私料理上手のお友達が非常に多くて、まあ、私が食いしん坊っていうのもあるんですけど、まあ、シェフのお友達が多く いいですよね、プロもそうじゃなくても普通にあの女の友達もこう旦那さんに作る料理とかを教えてもらったりしてそれを作ったりしてたんですけどこの間すごく美味しい私アボカドがとても大好きでまあアボカド森のバター皆さんご存知森のバターですね。<laughs> あれ皆さんご存知 森のバターですよねあれれななんんんんんんかみんなうんうううっって、うん、うん言ってくれて言くそうそうアボカド大好きなんかいろんな食べ方をやってたんですけどまあ私結構そのまま食べるのが好きでまあそのままっていうか割とあのマグロみたいにマグロみたいに食べたりあの醤油とわさびとかもすごい合うか食べたりするんだけどでもあのトーストにするのもすごく好きだったんですけど先日友人に教えてもらったのはトーストをまず焼く前にまあ結構ハード系のトーストがいいんですけどトーストっていうかパンがいいんですけどスライスしたらまずにんにく。 にんにくをこう切ってであのさーってにんにくをねパンの上にこうこするのでにんにくの感じを出すのにんにくの感じを出すじゃないにんにくをこすりつけるのねそほんとさっさっとでもいいんだけどその上にバター塗ってで軽く焼いてから、えー、とアボカドをまあどんな形でもいいんですけど、まあ、私は結構スライスするんですスライスしてわっておい入れてえっ、ー、とまた軽く焼いてでオリーブオイルとえっ、ー、と結構。 し塩いいまあ自然塩だといいんだけどお塩と粒黒胡椒かけて食べると最高これがニンニクあるのとない全然違ってすごく美味しいのでしかも簡単なので是非お試しあれということでねなんか料理番組になってきましたけれども喋ってるぜゆきですそんな私ゆきがお届けします「ゆきウェーブ・レディオフラッグを立てろ」リリーススペシャルメニューの方を紹介しましょう。 まずは11月22日リリースの私「私ゆき」のニューシングル「フラッコを立てろ」についていろいろお話ししていきたいと思います「えー、さよならバイスタンダー」に続いてテレビアニメ「3月のライオン」第2シリーズのオープニングテーマになっています制作裏話そしてミュージックビデオのお話などもしてみたいと思いますもちろんカップリングの新曲も書けますそして私「私 ゆきさっきも言いましたけどツアーで全国回っていましたゆきコンサートツアーブリンクブリンク2017感想もたくさんいただいていますありがとうございますえ今日はここののツアーととも少し振り返ってみたいなと思いな思ます今回あの皆さんからのメッセージご紹介していきますからねいつもたくさんありがとうございます今回のメッセージテーマはあなたが最近フラッグを立てたことかっこやろうと決めたこと ですどんなエピソードが届いているのでしょうか楽しみですそしてもちろんユキオリジナルグッズのプレゼントもありますよ今回のグッズはですねズバリ秘密ですさあ何なんでしょうか一体どんなものができるんでしょうかこちらを10名の方にプレゼントしますどうする私の作った塩こう塩麹とか <laughs> 塩麹すっごい生ものとかでね「いらねえ」みたいなこれね秘密ですよでもね 期待してて <laughs> 多分すっごいいいの作ってくれるから大丈夫すっごいすごい素敵なものだと思うよ信じてみんな believe me 私を信じてねあ believe me って言わないのなんて言うんだっけトラストミーっていうのえー、っと10名の方プレゼントしますよ公募にはキーワードが必要です今回どんなキーワードになるのかぜひ最後まで聞いてくださいねこのキーワードね今回初めて聞かれる方もあ、キーワードがあるんだと思うと思うんですけどあの この番組終わるまでの間に私がすっごい面白くて腹抱えて笑った言葉とかになるのであのお聞き逃しのないようにね聞いてくださいねということでまず1曲をお送りしましょうえっとね今年出したシングルです <laughs> すっごいざっくりした「キで「さよならバイスタンダー」したんだ お届けしたのはユキ、ゆき、さよならバイスタンダーでした。どうもありがとう。さて、ゆきウェブレディはフラッグを立てるリリーススペシャル。まずは、えー、新曲のことをお話ししていきたいと思います。えー、32枚目になります、えーと。そして、ソロデビュー15周年イヤーの第2弾シングルですね。さっきざっくり言いましたけど、第1弾シングルがさよならバイスタンダーでした。そうだよ。何言ってんの頼むよ。忘れないで。それで決意表明を歌って、 さよならバイスタンダーを書いいたんじゃないか私ね本当に今も曲中お話ししてたんですけどやっぱりまあどちらかというと過去を捨てていくタイプでですね今とちょっとさっきをいつも見てやりますねそうしてたらこの15年経っちゃったなっていう感じまあ、うん、と歌手としてデビューしてから24年目ですけどもう本当に一生懸命なんか目の前のことやってたら今になっちゃったっていう感じで割と。 振振りり返返るるのがね振り返るというか覚えてない感じですかねかあそうだったなこの節目でこうだったなってこうやって曲を聴いてそうだったこの気持ちだったっていうのもすごく思い出すやっぱり歌っていくとあの、まあ、ツアーでねずっと「さよならバイスタンダー」歌ってきてたので私の中ではすごく消化されてもう次のフェーズに行ってるっていうねだからツアー中に「このフラッグを立てるのは書きました。ななののでさよらバイスタンダーの次に 一つ先に言ってる私です。これはツアー中の気持ちもとってもよく表れてると思う。えっとこの曲はね NHK 総合テレビ毎週土曜日23時からオンエア中のテレビアニメ3月のライオン。えー、これは原作が海のちか先生です。こちらのオープニングテーマとして書き下ろしたものです。ちか先生あのライブに来ていただいたんですけどすごくあの喜んでくださってなんかその時私お手紙をお渡しして「あのさよならバイスタンダー」への思いとか本当まあ なんていうか直接海の地下先生にこう伝えたいなって思ったことを別にどこかで発表するとかじゃないお手紙を書いたんですけどそしたらあの地下先生からもお手紙を頂い,いてまあ実は次の曲もオープニングテーマを是非ゆきさんにあの歌ってほしいっていうお手紙を頂い,いてとっても嬉しくてこれは地下先生の期待にも 答えたいしあとやっぱりその私3月の「ライオンもちろんあの漫画を読んでちゃんと追っているのであここから先どういう風になっていくのかっていうのを楽しみでもありますけどやっぱりアニメをね楽しみにしてくれている人たちのためにもなんかこの世界観を壊さないようにっていうのをすごく思いました。でで今回はあののの巻巻かかららえっとと漫画で言うと5巻からあの後ろの 後ろ <laughs> あの先の物語で主人公の桐山レイ君ももちろんなんですけれども彼がとってもお世話になっている川本家というあのおじいちゃんとね三姉妹が住んでるお家があるんですけどその川本家のえっ、ー、とにちょっとスポットが与えられている物語の展開がありますそれでまあ地下先生のお手紙にもあったんですけどやっぱりそういうまあ、いろんな事件事件というか もちろん、うん、ドラマチックじゃない人生なんて誰にもないんですけどその3姉妹の一人にねあることが起きますそのことでどんどんみんなが強くなって守っていかなくちゃいけなくてこう一人一人が強くなっていくんですよねまあその中にちょっと恋があったりとかあとちょっと家族の問題も出てきたりしますね。 あの,ね、あのお父さんすごいよねって思うし読んでない人は知らないと思うけどすごいんだよねっていうそういうすごくこうその時に私が地下先生からあのリクエストしていただいたのはもちろんゆきが感じたもう漫画を読んで感じたもうそのままのことをもちろん自由にまずは書いてもらって全然いいと思うし感じたことを表現してほしいって言われたんだけどやっぱりちょっともう怖くて。 家の外に出られなくなったような人とか自分のことも信じられなくなって閉じこもってしまうような心を閉ざしてしまうような人たちにもあこう扉をノックするような奮い立たせるようなでも優しいそういう曲が本当はいいと思いますっていうのを書いてくれてて私はすごくあじゃあ今の私が思ってることもいいのかなと思って、えっと、私の思いと、えー、アニメに寄り添った。 えーと物語を、えー、盛り込んで書いてみましたなのでこの時は私あのテーマが自分でテーマっていつもあってあの書いてるノートがあるんですけど、まあ、メモ帳というか、うん、日記のようなものなんですけどいつもこう心がけることをよく書いてるんですけどずっとここしばらく自由がテーマでしたなんか自由について考えることが多かった「自由って一体何なんだろう?」 自由になるかいって <laughs> 思っててそうそうなんか <laughs> すいませんなんか友達ともよく話しててなんかそれがぼんやりあったんですけどこの「フラッグを立てろ」を作ってる時に「あっフラッグ?」 私もすごく自分で追い詰められた時に自分で自分の中の世界をすっごく作る子どもの時からそうで,で自分の世界を作った時にこう印をつけていったんですねこうそれが旗小さい旗のようなものだったのであそれがすごく目に浮かんでこれはフラッグを立てる自分の中でその自由な旗が思い浮かんだんですよねだからそれを、えー、と歌いながらまたね花もげらう語で書いていったら。 あのフラッグを立てるんだっていう一行ができました。でも最初のタイトルがフラッグを立てるだったんですよね。しかもその前の借りたやつはもっと。すごくてフリーダムでしたね <laughs>。ユキフリーダムも相当来てるなと思ったんですけど。あのな、これはないわっていうことで。いろいろ考えてフラッグを立てるにしてたんです。フラッグを立てるも何かが違うぞって思ってじーっと見てたら。ルー、平仮名のルー。のこの丸をなく。 したたらローになったんです <laughs> あフラッグを立てろこれはいいと思ってあのフラッグを立てろにしましたそうですね歌詞の世界は男の子と女の子が、えー、と交互に出てきたりしますねえっ、ー、とそれで聞いてほしいなと思います1番がね男の子2番は女の子なんですよじゃあ聞いてもらおうかな大丈夫かな言ったかなよし じゃあ聞いてくださいユキの11月22日リリースのニューシングル「フラッグを立てろ」を聞いていただきました、えー、仮タイトルフリーダムダサ <laughs> すぎるダサ <laughs> すぎるどうもすいませんえー、っと感想が来ていますえー、っとラジオネームカポさん えー、ゆきちゃんこんにちはこんにちはテレビから流れる「フラッグを立てろ」を聞くと仕事のことプライベートのこととたくさん悩みを抱えている私は思わず涙が出そうになりますでもそれは悲しいからではなくてうじうじ悩んでいたってしょうがない人生全力で楽しんだもん勝ちだという感情からくる決意の涙ですもしこれから先何かでつまずくことがあっても「フラッグを立てろ」を聞いて自分を奮い立たせようと思います 素敵な曲をありがとうあらありがとうございます嬉しいですねえっとラジオネームキノンさん「フラッグを立てろ」ラジオの放送で聞きましたちょうど電車を待っている間のホームで聞いていて2番の歌詞を聞いていたら涙が抑えきれなくなる完全に駅で泣くヤバい人でしたやばいですね止められなん,か大丈夫なんか職質受けるやつですか <laughs> 違う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 ,違う感情が振り切れる ほど好きな曲ですすごいねこれからもゆきちゃんを応援し続けますいつも元気をもらっていますありがとうでしょ2番の歌詞私も2番の歌詞は結構本当に最後割とあの鼻もげラゴで歌ってる時って例えば「あなだらけのジーンズ履いて」 えーと1番とかわーってできるんですけど2番はわりと、ね、こう歌いきっ,ってから穴開きみたいにしてってここは重要な言葉を入れたいなと思うとこう開けとくんですよねで開けといてこう何度も歌いながらなんだろうって思ってるんだけど私がすごくわー言えたなと思ったのは全然違う歌詞にいつだってうまく生きられないわっていうここは絶対キラーリックにするぞと思って書いてたので。 これはツアー中の歌唱だったんですけど、あのツアー中に、なんか自分で MC でどうやら言ったのを、なんか自分でなんか思い出したんですよね、あの函館がラストだったんですけど、函館で、んなんか15歳の頃とか、私、全然うまく生きてなかったしみたいなことを言ってて、でも今もうまく生きてないな、あんまり変わってないなっていうことを言ってたんですよね、なんかそれが多分、歌詞になったんだなって、すごく気に入ってますね。 っっって言って言ここじゃなかったらどううしよ二 <laughs> 番の歌詞で泣いたっていや全然違うし俺はちげえしってかなったらどうしよう、えー、ラジオネームワンゲラさんフラッグを立てろ胸を張って堂々と歩きたくなる曲です僕は僕の世界の王様だという言葉にしびれましたしびれました雪と同じ時代に生まれて幸せですこれからもずっと応援してます大好きですどうもありがとうそうねしびれるでしょそうでしょしびれ B は V-I かな C ブラウルでしょ C ブラウルだよねそうだよね <laughs> ラジオネームエルタソさんありがとうフラッグを立てろは 本当に3月のライオンのオープニングにぴったりですねさよならバイスタンダーはレイ君がこれからどんな困難にも立ち向かっていくっていう覚悟を表したような曲だなと思ったのですがフラッグを立てるはひなちゃんの立場からでもありいい意味で周りを巻き込んだようなレイ君の成長を表した曲のようにも聞こえましたとてもとてもこの曲の世界観に引き込まれました何度でも何度でも聴いていたいですフルで聴ける日が待ち遠しいですありがとううございますそうですそでねこれは まさにそのさっきも新しいフェーズにって言って自分がやっぱりちょっと成長私自身の成長でもあるというかねやっぱりあのツアー中にとっても本当に皆さんに助けられてきたなと思ってそういう感謝の気持ちもありますよねでもここからは自分が自分の旗を立てていくんだっていう気持ちもあってそれもすごく歌えて嬉しいなと思っていますでもこうやってね こういう気持ちってちゃんと伝わるからねやっぱり嘘はつけないよ嘘つ,つかないよ何 <laughs> でこんな片言になってる誰私誰 <laughs> ごめんなさいね帰国子女なのでちょっとまだ日本語はそんなにごめんなさいね本当にね帰ってきたばっかりなんでねそしてジャケットねもうジャケットを皆さんあの見ていただいたと思うんですけど私が Y がフラッグや Y がフラッグやでっていうやつです今あの テレビじゃないんでお見せできなくて残念だったんですけどちゃんとこう何て言うのかないわきみたいな感じでしたよ、ね。あのドカベンのねわかんないね <laughs> 葉っぱくわえてこう「ワイガフラッグや!」って言ってる感じですあんまわかんないですねほんとごめんなさいねあの自分がねなんかあそうですデザイナーさんと話しててうんなんかどうしようかって言ってちょっとなんか 歌詞が結構真面目になっちゃってなんか私いつもユーモアを入れたいんだけどなんか結構ちょっと真面目だなと思ってちょっとユーモアを入れたいなみたいな話をしてたんですよねなのでそしたらあじゃあユキが自身がこうあの旗のここに棒になってみたらみたいなそれすごいいいかもと思ってこう起こしてもらったら私が逆さまにならなきゃいけなくてでもあでもいいんじゃないかなと思ってすごくこうちょっと。 っととと笑えるいいうか面白いなと思ってでそれとはもう1個私自身が、えー、と旗になってるのでちゃんと私が逆さまじゃなくて、えー、と立ってるものですねこのブーツあの私物なんですけど自分ですごい気に入っててすごく好きなブーツでこのそうね何ていうか私の。 なんかねこれ足にかかってるなって思ったんですよすごくでこのこのねこの細くない足ねすごい最高と思います自分の足私 <laughs>、ね、ほんとこういう足もうもうあんまり別に好きじゃないんだけどでもねあのそうそうなんかそう足にかかっている <laughs> 全ては足にかかっているってことでフラッグを立てるえっと そうでね旗のねねそうなのこのこ、ね、歌詞だとやっぱりなんか自分で何度も何度もその旗をねこう縫い直したりさなんかあしわしわなとこうアイロンかけたりとかしてさいつも真新しくないわけなんかそういうイメージがすごいあったからあのいいなと思って2番の歌詞にはしてるんだけどでもこのフラッグを立てるのジャケットだとなんか違うなと思って自分でこう旗になるんだったら何がいいかなと思って。でもこれはやっぱりほら あと1周あと最後っていうフラッグだからこうチェッカーフラッグはねすごいいいなと思ってチェッカーフラッグにしたんですけどで、ミュージックビデオはワイフラッグやでではないです違和 <laughs> 感はちょっとなくて今回は自由がテーマだったからすごくなんていうのかなちょっと裏切る感じにはなるかもしれない初めてお願いあ違う、ソロになってから初めてお願いしたんですけど田中秀幸さんという方であのー、スーパーミルクちゃんを作ってる人ですね えっと、今回、昔、ね、撮ってもらって2000年くらいにミーマシーンっていうあの女ばっかりのバンドやったことがあってその時にあにミュージックビデオを撮ってもらってあの皆さん覚えてる覚えてない人は覚えてないその時にえっに、と、作ったのはウリウってわかりますかあの、イノシシの赤ちゃん、子供ね、子供ってなんか可愛い模様がついてて、ウリウがひたすら走ってるってビデオです。 私すごいそれが好きで田中さんにもう一回お願いしたいなと思って売り棒で、それであ今回ちょっと頼んでみようかなと思ってお願いして、自由に聞いていただいて、自由にあの何かアイデアくださいって言ったら出てきたアイデアがこのミュージックビデオだったんですけれど、もまあちょっとうまく説明ができないんですけど、やっぱり今まであんまりやったことがないフル CG というか、まあ私はちゃんと出るんですけど、やっぱり田中さんの得意な感じっていうかね。 すごく田中さんが生き生きした感じで作ってくれるのがいいなと思ったので、本当にちょっと見応えがあるビデオになるともこれどうなってんのっていう感じになると思うのでお楽しみにしていてください。ということで売り棒ではないです。このニューシングルフラッグを立てるどうするフラッグを立てるずっとででででででつってってて売り棒ずっとこう走ってるみたいな。まあそれはそれで結構好きだけどね。なんかあなんかフラッグを立てるなのかなみたいな。 えーとね、あっそうだねフラッコたちのカップリングについてもお話ししてみたいと思いますタイトルはイイイエエエススス小文字でイエスですねこれねなんで私小文字でイエスにしたんだろうってさっき思い出したんですけど友達の手首のところに入ってるタトゥーがイエスってちっちゃく小文字で入っててすごいかわいいなって思ってそれがなんか目に焼き付いてたのかなと思いますここれはは私のにとってはこう まあフラッグを立てろとなんかついになるというかちょっとこう一緒になるみたいなのがいいなと思って全肯定の歌ですねこれからの自分も全て肯定するぞっていうそういうイエスですなのであのイエス様の方ではないですねイエスイエスと叫びたいわの方ですもう本当にそうだぜって <laughs> 自分いいぜっていう方ですねそのイエスっていうのもまあでもその 友達が入れてるのは多分ちょっとそれなんでそれなのって聞いたことないけどきっとジョン・レノンがこう階段を小野陽子さんの多分個展に行って初めての出会いのと陽子とジョンのその時に「そっちに進みなさいよ」っていうのでこうはしごを登ってってふって裏見たら「イエス」って屋根裏見たら「イエス」ってちっちゃく書いてあったっていうのから多分撮ってると彼は思うんだけど。 でもすごく私もその話はすごく好きで、まあ、いろんな諸説はあるんですけどその出会いにもでもそのなんだろうねなんか「ノーというのは簡単だと思うすごくだけど「イエスの方がすごくうん生きていくには実はあまりにもなんかほん,なんか本当は逆に言われてるよう、ね、っていうなんか言っていくなんていうか私の中ではすごく そうイエスって言っていきたいっていう気持ちの方がすごく強いんですよね。なんていうか何か誰かに何かを言われた時も「なるほど」ってなんかそうかって思いたいまああまりにもひどい意見とかだとひどい意見っていうかうん人道に反するというか <laughs> なんかすごい大きなことになっちゃったけどあまりにもひどいこととかにはイエスはもちろん言えないんだけどでもある程度その仕事をしてったり何か意見を交換し合う時に。 そうだよねって言えるような自分でもいたいなと思うそれはなんかすごく自分でもそう思う思ってる思って最近とってもやってきたなと思ってたのでまあこれはだからその時に誰もがイエスと叫びたいわっていうのがパッて出てきてあっじゃあそういうふうにしていこうと思って書いていったんですよね。そうあとは本当 ももう内容はいいつとと変わらないなな思ってなんか私とあんまり変わらないいつもの自分というかやっぱりあの離れ離れになった人も絶対いつ変えるんだっていう気持ちとあと箇所をなんかそういう音的なことで言うとやっぱりループがすごいやりたかったっていうのとあのゆるく踊りたかったっていうのとあと低い声をやりたかったっていうちょっと結構最近高い 歌,歌ってたなと思って低い声やりたいなと思ってあの「YesSorryYes」っていう「Yes」ってやつは私ですなんかあれ聞いたらなんか私じゃないと思われちゃったりとかでもあれ私その日すごい声が低くて「これ低い声いいじゃない?」みたいになって撮ってそれをサンプリングしたんですよね。あれすごく気に入っていますということでじゃあすごい長くなって全く BGM がないんですけども <laughs> この殻の感じでしゃべるのも最高に気に入っていますゆ u k i y e s お送りしたのは11月22日リリースのユキのニューシングル「フラッグを立てろ」のカップリング曲「イエスでした「ユキウェブレイリオフラッグを立てろ」リリーススペシャルさて今回も皆さんからたくさんのメールをいただいていますありがとうございます本当にありがとういつも全部読んでるよなんかさなんかなんていうのかなこう感想を読むとグッと縮まるねフフフフフフフ なんかこの間友達に「ねえねえゆきいいねって何の日本語訳なの?」って質問されてなんかあるんでしょ?「いいね」って押すんでしょ何かインスタグラムとかそういうの私ちょっとわからないんだけどなんか「いいね」ってスタンプみたいに押すのスタンプじゃないなんかボタン押すんでしょあれって英語なんでしょ本当は本来はでもそれを日本語に誰かが「いいね」にしたんでしょでもいいねって いいいねっていいよくない <laughs> あれ誰に向かって喋ゃべったらで「いいね何の英語だったの?」って言われて全然私分かんなくてでも英語ってことはなんかさサウンズグレートとか、まあ、グレートとかいいねだからグッドとかあと、まあ、オーサムとかそういうのじゃないのって言,言ったのそしたらそ,その人私に聞いたのにその場で調べやがってなんか私聞いてるくせに、まあ「もうユキじゃ無理と思ったんだろうね」なんか聞いたら えっと何だっけなんかナイスでもなくてなんか違ったよねあライク」like! そう「ライク」「ライク」って本当は「ライク」っていうらしい、L I K A e? の LIKE の「ライク」だね好きってことだよねだけどそれをなんか日本の人が「いいね」にしたみたいで確かに「い,いいね」って「いいね」ってやったことないけど <laughs> でも「ライク」で「いいね」ってセンスいいなと思ったのそれだけ。 じゃあ、読もう。ぶった切る、ぶった切る。ラジオネーム、はるちゃん。あなたが最近、フラッ、あ、これテーマだね。そうかそうか、テーマから来てるね。ありがとう。あなたが最近、フラッグを立てたこと、やろうと決めたこと。いいよね。この、決め、私、こういうの大好きなんです。何かを決めるとかね。こう、一年の最初に、こうするぞってか、決めるのって大好きなんですよ。 英語で言うと <laughs> なんでどんな英語でメイクアップメイクアップマイマインドだよねメイクアップマイマインド決める何々しようって決めるってことですよね通通学学時時間間に読書をすすするることででで電車で通学しているのですが約1時間ほどかかりますえ長いね今まではスマホをするか寝るかのどちらかだったのですが最近はそれではもったいないと思うようになり読書の時間にしようと決めましたえらい 偉いしすっごいあの見た目もすごい素敵だと思うよモテるこれね間違いなくモテるよちょっと今痛かったなんか机を叩いたらすっごい痛かったけどえ電車の中は集中しやすくてガタンゴトンという音や揺れがとても心地よく感じるようになって充実した時間を過ごすことができています「ライク」 逆逆それ逆だよね逆逆いいねゆきちゃんのこれは読んでおいた方がいいおすすめな本がありましたらぜひ教えてほしいです数学 <laughs> もう考えの方が先もっちゃう <laughs> 口が <laughs> ついていかないってすごくないですかそういうことってあんまりないですけど私はあります数学のお供にしますっていうねはるちゃんなんですけど私ね今ねパッと浮かんだ本が 19歳にはあまりにもだめだったからもうおかしくてそれで笑っちゃったんですけど今私が一番おすすめしたい本は土井善晴さんの「あ一十一歳っていうねでも19歳にはちょっと違うと思ってすごい今笑っちゃったんですけどえっとね「通学だよね」うーんとねうんあるあるあるだとしたらこれ読んでたらすごい素敵だと思うこれ面白いですよ白洲雅子さんの「たしなみ」についてこれは。 電車で読んでこれすごく私のバイブルでもあるんですかっこいいんですよね本当に素敵まあちょっと時代がねとってもあの現代とは全然違いますけどあの、うん、なんていうか女性として立ち振る舞いとかあの話すこととかユーモアだったりとかは19歳で読んだらちょっと面白いかもしれないですぜひ読んでみてくださいああ 笑ったすっごいこううわーって頭の中が回転したら口がグハーハーハハってなっちゃったやだラジオネームサッチマンさんあなたが最近フラッグを立てたこと私はいわゆる理系所で毎日大学で研究に没頭しています一日中研究室にこもり実験や勉強をしていますこの研究生活は自分で望んで入った世界なので辛いとかやめたいとか思うことはありません でも毎日狭い空間で同じようなことをしているとなんだか疲れてしまうなぁと感じることがたまにありますしかし先日アプリコット色のちょっと高いリップを買いましたそれを朝に塗るだけでなんだか毎日気分が上がってワクワクしながら研究室に通うことができるようになりました毎日同じところに通う中でも自分のお気に入りのリップをつけようと決めましたエロい <laughs> さっきは偉いだったけど今度エロいはず理系上でリップなんかしながら研究に没頭とか最高じゃないですかどんな服着てるんですかいつもみたいな聞きたくなるっていうか今想像しただけでも最高と思ったいいねやっぱそう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 ちょっとしたことだと思いますよそういうなんか。 変えていく自分を変えていくそう人は変わらないからね自分を,を変えるのはすごい簡単だからすごいいいと思いますラジオネーム「苦画目のコーヒーさん」からですあなたが最近フラッグを立てたことそれは私が最近フラッグを立てたことそれはとにかく水回りだけはきれいにしておくことです家事も炊事も嫌いではないのですが <laughs> すいません「内度,度ですが」って「内度ですが」 どうしても疲れが取れない日は水回りだけきれいにしておいてその他の場所の掃除やお手入れはとにかく手を抜く無理してやらないことに決めました由紀さんを見習って肩の力の抜き方や自分の機嫌の取り方を少しずつ意識してしようとしている毎日ですご機嫌マインド由紀さんのご機嫌マインドが大好きですということで水回りだけをやる <laughs> ごめんえらいでえロいでなんかないかなと思ったら全然思い浮かばなかった今。 ここ1、ね、個なんかない、うん、ごめんねなかったなかったでも偉い偉いなあのそうなんだよねあのそこまで水回りもうそれも決めてもいいと思うけどそれもすごいとにかく無理をしないことね嫌になっちゃうとね本当にしょうがないので気づいた時にやっておく私のもっかのあのー 目標っていうか私が最近本当,本当にこの23日の間に決めたことは疲れないようにすするですねこれね本当にそういう感じですねやっぱり今までやれちゃってたことばんばんやっちゃうとちょっとあれこれもったいないぞっていうぐらいダウンしちゃって時間がもったいないからだったらちょっとずつでもねやった方が進むからねなんか疲れて1日ダメにしちゃうともったいないなと思ってなんか疲れないようにするっていうのも私の目標ですね。 そうすると、ね、ご機嫌もマインドも保てるんでねすごいねみんな面白いねえっとラジオネームまるさん「僕が最近フラッグを立てたことは腹筋をすることですそして1か月前から毎日50回やっています今も続けられていることに自分でも驚いていますいつかトム・クルーズのような体型になれるように頑張ります」え <laughs> らいえらいなえっとあそうかここもトム・クルーズのようなね引っ掛けなきゃいけなかったね あのスタントマン使わないでやってあのちょっと骨落ちちゃったからねトム・クルーズねそれはあのみんなに迷惑かけるからやめてっていうやつですよね本人でいつまでもねやらなくてもいいんだよっていうことだよ <laughs> 別にそれトム・クルーズにここから言ってもしょうがないでどうするトム・クルーズ聞いてたら「おマイガーシ!」って言ってたらどうしよう <laughs> あのね腹筋どういう腹筋か書いてほしかったなあの間違った腹筋すると腰痛になるからあの気をつけてくださいねあの 状態を上げるあのよくある古いあの腹筋状態を上げるっていうやつはあんまりよくないですよあの腰にきちゃうのでねどっちかっていうと足をえっ、ー、とうん、えー、とねなんて言ったらいいのかなあこれできない、うん、どうしようあ今度 <laughs> 教える<笑><笑>あでもまあね若い16歳で多分今の腹筋をやっているんだろう古いやつじゃないと思うすごいね50回素晴らしい素晴らしいねえっ、ー、とラジオネーム岸辺さん 私が最近フラッグを立てたことは、一日一回の小躍りです。というのも、最近小さいラッキーを見つけて小躍り、小躍りしたところ。次の日も小さいラッキーがあり、小躍り。また次の日も。小躍り。という流れが続き、一日一回の小躍りになったのです <laughs>。小躍りってどういうのだろう。不思議とラッキーを呼ぶおまじないのような気持ちになります。小刻みに揺れるのがコツです。 ゆきちゃんもぜひやってみてくださいどんな小さいラッキーでもあ踊らなきゃってなりますしどんな小さいラッキーでも見つけてやろうっていう気持ちになりますよ踊らなきゃですよ踊らなきゃハフトゥーですねなんで今日は英語になりますねマストですねえなんて言うんだろう踊らなきゃってなんて言うんだろうねなんかあのあれですねこう日課になってでもそれがラッキーこうおまじないのようにそれを呼ぶってことだよね でもそれはいいと思うなあのね血流も良くなるからだと思うよそうするとあの多分なんだけどこう下半身使うとこう上にちゃんとこう血が巡ってで多分ねあのチークが自然なチークが入ってるんだったらもう多分それできっとなんていうのか女性としてもモテると思う <laughs> いいと思うよこういうフラッグ立てていこう なんかずいぶん経っちゃったね今今日だけでもこのフラッグ経っちゃったよ大変だ大変だ風で仰げ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 げメイクマニマニラジオネームタルトさんからですズバリ毎日日記を書くことです そううやろとと決めたことだよね前までは一言日記という感じでその日のことを一言で書いていたのですが最近はその日の出来事や思ったこと感じたことを書いて残しておきたいと思うようになりきちんとした毎日日記を書くくように決めまましたうんこれもすすごいいいと思います私も私これ何年やってるのか私を気づいた時が一番古い記憶で13歳からのノートなので。 ですねもうすごいやってますけどやっぱりあの書いていくっていう行為はあの頭の整理にもなるんですよねその日の夜のまあ書けなかったら次の日の朝でも23日書けなかったらま,あまとめてあどんなことあったかだけでも書いておくといいんですけどすごく自分の行動の癖を把握できるんですね自分であと考える癖をこういうことがあったこう思ったこうしたああやだな失敗したとかも書いておくとあこれで失敗してるんだなっていうことが わかるのでそれを嫌だったら改善しようとかねできるようになるからそれは本当にいいと思うよすごくあのおすすめえらいえー、っともうここにたくさん旗が立っちゃったえっとラジオネームキントトさんさ魚の綺麗な食べ方私は来年結婚を控えており相手のご両親とお会いして食事をする機会が増えましたその時自分の魚の食べ方があまり綺麗ではないことに気づいてしまい恥ずかしくなりました これをきっかけに作法の勉強魚の綺麗な食べ方にフラッグを立てましたまずは大好きな鮭から頑張ります <laughs> ライク <laughs> いいねうーん。でも鮭そんな難しくないぞ <laughs> あのね鮭結構簡単私あのそう実はあの私魚すごい好きなんですけど 魚がよく出る家だったっていうのもあるんですが結構自信ありますね魚の食べ方はね割とあの11匹の猫バリのラストページバリの,の骨がビヨンってちゃんとこうシュワって,ってお頭と尻尾がピシッってつく感じで食べ終わることができるタイプですねそういうパーティーですすごいまたでもねが頑張ってください まあ一番難易度とかイワシ,かなイワシはあの小骨がすっごく多いので本来だったら食べられるんですけどまあ多分小骨も多分あんまり食べられないんだと思うんですよね彼女ね金取ったん人でも柔らかく煮ると食べられるようになるんできれいに食べられるようになると思いますよアジなんかもいいと思いますよということでじゃあこんなにたくさんうわっやばいここフラッグだらけじゃん大変たくさん立ててしまいました やろうと決めたこと皆さんフラッグ折らないでくださいねたくさんのメッセージありがとうございましたこのテーマですごいいくらでもいけるねなんか5時間番組ぐらいいけそうな感じだったけどね面白かったですありがとうございましたさて前回3月に「雪ウェーブレーディ」をお届けした後4月の末からね私全国ツアー 出かけていました雪コンサートツアーブリンクブリンク2017広島福岡宮城愛知新潟神奈川大阪北海道と4月から7月にかけて回ってたんですけども本当にたくさんの方に来ていただきましたどうもありがとうございましたえっ、ー、とー今回のおツアーはねあのブリンクブリンクチカチカブンブンツアーだったんであもうチカチカでブンブンでした <laughs> ライク、あのー